こんにちは、高須克也です。今日はですね、銀座にオープンする高須クリニックに来ております。実はこの銀座高須クリニックは新しいコンセプトで作った最新型の美容外科クリニックなんです。まあ美容外科に限らずあらゆる科についてなんですけど、コロナ患者が増えてくる、医療従事者も移る、それによって医療崩壊が起きつつ あるんです。患者さんと医療従事者を守るということが何よりも最優先するテーマなんです。銀座高須クリニックはそのコンセプトで作りました。コロナの完全防御です。飛沫感染はマスクで防げるとみんな思ってます。しかしそれでは完璧じゃなかったんです。エアロゾル感染といって空中に漂っているウイルスが実はかなりの確率でみんなにうつるっているということが分かってきました。みんな気がついてなかったんですけど、紫外線の下ではウイルスは繁殖できないし死んじゃうんです。紫外線っていうのも結構人間の体に害があるんですよ。その紫外線の人間の体に害のあるその波長をうまくカットした紫外線でウイルスだけに効いてくれればですね、もう完璧なそのエアロゾル感染の防御ができるはずなんです。でそういう装置を銀座高須クリニックの重要箇所に全部取り付けました。これで完璧な新型コロナウイルスの防御ができると僕は信じてます。もちろん患者さんが第一ですけど、医療従事者も守る、これが新しい銀座高須クリニックのコンセプトです。イエス高須クリニック、クリーン高須。